対決作サクセス116回目はヤクルトのデーベテラン投手石川雅則とシリーズ初対決やっていくぞ。現在の能力はこんな感じ。現在39歳としてパワプロで収録されているので、まあ能力に関しては全盛期いわゆる最優秀防御率を獲得したあのシーズンと比べたらいろいろと、まあ、下がってはいるけども、ただ現状第一線級の投手と言えるよ。昨シーズン結構ね、規定投球回未到達ながらもいい成績残してる。結構どころじゃないよ。東海現象を起こしていたヤクルトというチームではシーズン中盤終盤ではこの投手がエースでしたからね。39歳の投手がエース扱いされるチーム、それが一番あかんことやけど、まあそういう状況下の中でも結果を残していたのがこの石川なんでね、ほんと息の長いベテラン投手となっている。現時点の通算成績で見ていくと通算200勝まではあと29勝。うん、まあ現時的に考えてワンシーズンで上げられる勝利数ではないですからね、200勝まではあと、まあ、2シーズン3シーズンくらいは現役で第一線級で活躍しないと無理だとは思うんですけど、ただヤクルトというチームであればね、機会はある。そしてその機会で抑えることができたら通算200勝っていうのもまた夢じゃないですから、今年2020年の活躍が注目なデーベテランでございますね。ただ今回の対決、やはり相手はベテラン投手ですよ。普通にやってしまったら勝てるかもしれないので、今回はいろいろと縛りを用意させていただきました。まず選手を作る際は持ち込みアイテムなし、またステージ1と2に関しては最短ルートで青パネルを極力避けてゴールに向かい、ステージ3から本格的な育成を始めること、また対決方法に関しては僕の選手をペナントで1回回すのに対して石川に関しては3回チャンスを与えます。で、3シーズンで一番良かったキャリアハイの成績と、あと1シーズンで俺の選手が残してきた成績を比較していくので、この対決方法であればかなり相手にとって有利ですけども、その対決方法の中勝てる選手というものをこれから作っていきましょう。レッツ対決サクサクセス。ステージ11、初期能力はこのスタート、スライダー変化量2がついていて、ステージ1ではおわーたくさんの青もあって、宝箱もあるけども、極力青を避けて最短ルートでゴールに向かいましょう。もちろん宝箱も避けて、でこの場合ちょっと選手が目の前にいるのはもうちょっと仕方がないので、あ、どけてくれたね、ナイス。でこのまんまハテナを組んで、もう一つハテナを組んで、あらー堪能したいこのステージを、でもダメなの、もう終わりましょう。長くいてもしゃあないから、何もできないから。ステージ2もこんな感じです。もしもここでパネル転生が来たとしてもスルーやからね。周りには赤がある。この場合は赤を踏んで、赤を踏んで、はい、ステージ2これにて終了。ここから本格的な育成が始まります。ノル君に関してはやっぱ第一線級でやってる投手なんでね、パネル転生ステージ来ましたわ。神投手誕生なるかもしれぬ、期待してちょうだい。俺はやれることをやってくからね。これは今回神回になること間違いねえわ。いやいや断定はできへんけど、なるかもしれない。マジかマジかマジなのか。ここ最近パネル転生のサイクルっていうのがものすごく早いね。全然前回くらいにあったよね。まあ作り損ねましたけど、ただ今回は作るぞ、ちゃんと形に結果として表すぞ。いやまさか縛りがあるこの回で来るとはね。逆にステージ3でよかったよね今回はね。さっきも言ったがステージ2の時点でこれが来てたらスルーしなきゃダメだったのでね、危ない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 だよまさに。しゃ、まずは無限ループを実現させるためにも、はい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 、はい、正直あまりステージの構造はよろしくないような気がするけど、今んとこいい感じでハマってくれてるね今のところは。これからは知らんけど、で第2変化球に何か追加されてる。あ、スライダーにスライダーを覚えたんだね。間抜けというか愚かというかバカというか、まるで俺みたいというか、まあ、これ以上自分を責めるのはやめましょう。よろしくねえわ。バカでもいい、バカでも強ければ正義じゃ。新たな変化球はスクリューボールが追加され、なんでステージ、ここはおにぎりパネルを組んで、いやーでも今回、縛りだったからこそこういうのが来たのかな、そういう巡り合わせなのかどうかわからんけども、こんなことになると事前に分かっていたのであればちょっとプロ入りカード持ち込んだりしたけどね。事前に分かってる分からないっていう話はもうどうしようもないからね、したって無駄だよ。はい、よし、おにぎりパネル変わらない、いいね。転生のサイクルもいい感じいい感じいい感じ。あ、ただちょっと回復量が少ないのが気になるかな。もうちょっと豪華に、あ、そう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 、もうこれ赤踏んでもいいから、まずは本当おにぎりパネルを組み続けること、そこが大切なんでね。で宝箱も転生するわけなので、そこも取りたい、取りたいという思いだけでは取れないから、まあ難しいところだわな。もうすでに能力が結構上がってきている。もう石川に勝てる程度あるんちゃうかな。まあまあまあ、でももっとやね、贅沢なんで、もっともっと竹本ここで入れ替わるなやお前。
ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。一つでもね、踏み逃すとちょっと厳しくなるのでね、形勢は変わる。あ、よかった。ああ、いいね、いいね、いいね。流れが出来上がってきたぞ。いや、でも回復量が少ないて。もうちょっと豪華に豪快に、ボリッとバリッとギリギリッとお願いしますよ。宝箱取れるか？ああ、しかわらなかったね。ああ、でも体力15。ちょっとまずいな。15切るとね、不安が一気に押し寄せる。ああ、おにぎりパネル。よし。ゴーン、いやいや、もっと頼むって、もっと豪快に。少ないのよ。あーでもどうだろうね、これちょっと難しくなってきた。体力15切ったわ。これもう終わりか、もう終わりは近づいてるのか。うわー、ここ、あーこれ一回ハテナ、あーじゃない、シャックルパネル組んで、そこ、いやーこれはもう難しいんちゃうかな。やる気を上げて最後の転生次第やな。あーでも待てよ、もう一回転生を待つ。いや、あ、ちょっと待てよ、早く。あーよしよし、おにぎりは来たね。ならばこれ組んで9回行く。望みは次につなげたかな。もう一回しゃ、あーでも、あーもうここにこれがなければ迷いなく取りに行けるのに、くそー、もう再び戻れるかもしれないんだけどな。あーでもこれはもう難しいかな。下にある宝箱を優先して、請求超人伝で請求は99。あ、もうこれは無理でしょうね。はい、もう十分です、十分です。能力は上げられた。できればもっと神を誕生させたかったけど、ちょっと縛りがある、持ち込みカードを持ち込んでなかったんでね、それもあったので、まあでもあのステージだけでここまで上げれた。対決に関してはもうすでに勝ってるようなもんですけどね。もうもうもういいです、いいです。やっぱ対決に勝つこと優先ですよ、この対決サクサクセスはね。オール S とか作るやつは別のシリーズでやっとるから、あれはあれで作ったらよ。これはこれでまず大前提、目先にあるのはオール S とかではなくて、やっぱり対決に勝てる選手、制せる選手っていうものを作っていかないとダメなんですけどね。カレン、こっち来いよ。いや、もう、え、な、な、ちょっと待って、ちょっと待って、待ってよ、ゴールいけるか、ちょっと待って、どうだ、体力5、待ってよ、これ、ね、そこのおにぎりパネルの回復量次第かな、ここ、ちょっと待ってよ、お前、とりあえず行くよね、踏むよね、2とかじゃないよね、一気に回復してよ、頼むよ、7、よしよしよし、望みを次に託せられる、ここ次第ですけどね。ヤキマン2号とかに1号に会えるのであれば話は別だけど、どうだ、あっちから、あ、来てくれてたやん、今もうそこで急に帰るなよ、ターンしたな明らかに。うーん、でもゴール行くよね。あ、よしよし、金縛り、あーこのタイミングか、ちょっともったいないような気がするけど、まあええわ。コントロールは100になったり100切ったりと忙しいね。最終的に100で終わりたいんだけどね。もうこれは失敗しないように心がけてやっていくだけですから、うん、これ以上の高みを目指すのではなくて、失敗しないようにと行きたいんだけど、これ待てよ。いや、これはもう右からこう行ってこう上がっていって、あとゴールを目指す、それでいいね。ただ怖いのはここのハテナパネル、悪いことは起きるなよって。ああ、テンションは、あ、よかったよかった、テンションはいくらでも落ちてくれて構わんよ、できれば高い方がいいけどね。まあでもいいです、いいです、いいです。体力さえ下がらなければ、そこ重要。脱三振までついたね、 OK。 で、体力は6回復、うん、ゴールにはね、もう事故さえなければ間違いなくいける。再びコントロール S の100になったしね。あーでもまた目の前に赤パネルが出てきやがった。わー、で宝箱も取りたいけど、あ、でももう一回シャックル踏めるんで、もう一回踏んでね。あ、そう、やめて、あの請求力下げてくんの、狙い撃ちよね。一番高い能力を明らかに下げに来とるよね。で体力6、1、2、3、4、5、6。ただここのこれ、これが怖い。あのね、ゴールに行くのが目的ならこういった方がいいわ。でもね、男はね、ここに宝箱があるのであれば引けないでしょ。取りに行くよね、いつだって。チャレンジャー、トレジャーハンターや。はい、まず野球人伝の特殊能力がついた。ここまではいいです、ここまでは。問題はこの後起こりうるイベントによっちゃ俺の命がなくなるかもしれない。なくならない。あ、ということで、はい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 、はははははは、はい、はい、ということになりました。すべてがパーです。パネル転生が来て、石川正則に勝てる、確実に勝てる選手が出来上がっていたんですけどね。直前まで行ったんですけどね、やっぱりこうなるのが運命宿命ってやつ、避けられない。もう俺が生まれる前から決まっていた、いや俺の生まれる前の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 段階から決まっていたことなので、はい、割り切って次行きましょう。再度やり直しです。もちろん縛りは継続です。はい、ステージ1と2は最短ルートでゴールに向かうことですね。パネル転生あってあのレベルになることができたけども、まあ、次ああいうレベルになれるかと言ったら、まあ難しいだろうね。パネル転生でもまた来ない限り。でも本当短いサイクルでパネル転生が来てくれてるのでね、最近2月に入ってからかな、入る前からか、1月くらいからかな、なんか本当多いよ。でこっから本格的な育成の始まり。初期能力はドロップカーブがついている、うん、こっからその武器を鍛え上げるのもいいし、まずは先発ピッチャーとしての対決なのでスタミナを優先的に。
球速とかコントロールは一旦置いといてね。まあそもそも球速という点は石川139キロしか投げれないんでね、まあそれ以外の武器があるからこそ抑えてると思うんですけど、まあそういう投手なのでそこ重視するのではなくて、球速もあればいいけどね、あった方がもちろんいいです、いつだってないよりある絶対そっちの方がいいけれども、まず優先的にはスタミナパネル。あーガンダー遠くに行くな。赤消滅いいね、青に変わる、いいぞいいぞ。ただここはまずは、はい、宝箱に入って、正規超人伝よりもスタミナ超人伝が良かったと言ってるだろう、願いを叶えろよ、頼むから。命奪うだけではなくて、あの願いを叶えるっていう展開もあってもいいんじゃない。一方的に人の選手を奪っていくけどね、魂を奪っていくモードですけど、時にはその命をね与えてくれるだったらあってもいいんじゃないかな。獅子神様的なね、奪うも吸うも与えるもあれよ獅子神様俺や、なんちゅうものリクエストしとんだよ俺はよ。スタミナ4アップ、あこれありがたいね。あでガンダーなんであかんとこ止まるんだ、もうええわこの際、ガンダーにあってぶっ飛ばしカードだね、カレンがいる以上は。あーありがたい、リクエスト通り、お前が獅子神様かもしかして、見た目も似てるし、こんなに可愛くはなかったけどね、ちょっと怖かったよ。で野球マン、野球マン止まれ止まれ止まれ、あーよし金縛り強引に止めたったわではめたったわ、いっす、オッケー。ただねこれね、ちょっと第二変化球でカーブは持ってるんだけど、なんかスライダー方向とかもしくは別の方向の球種が欲しいよね、これだけではちょっと厳しいわ。なんかくださいな、赤が青く輝き出す。あーまあでも今はいけないね、もうこのステージに関しては。宝箱、野球偉人伝特殊能力めっちゃつくやん、さっきからつくのはありがたいけど、スタミナだよ何度も言う、先発としての最低限のその適性ってやつを君はもっとらんやんけ。規定投球回到達するかしないかこの対決に大きく関わってくるぞ。これはもういっそのことスタミナ特化パネルを組もう、ここにあるから。もうそれ以外の能力に関しては特殊能力があるからいいわ、割り切り割り切りということで全部スタミナ変えたった。でいくらスタミナを上げれるか、一回シャックル踏むよね、踏んで宝箱また、おにぎりパネルっていうのは踏んでいきたいの。なんで、えもうそっちに出てきた以上どうしようもないやん、最悪なばらけ方したね。青もおにぎりも宝箱も嘘やろお前。スタミナ強化カード、これどうしようかな、このまま終わりたくないんですけど、終わりにちょっとつも惜しいんだよね、どうしようもなくない。この環境を変えるためにはハテナパネルを組んで何かを変えていかないと、回復とかそういうのない、もう体力2やからね、あどうしようもない。でこのシリーズわざと失敗することは禁じられている、できれば失敗して次進みたいけど、やり直したいけど転生はできませんということで、これで終わり。一流投資から一点クソ投資の誕生でございます。あそこでハテナパネルで体力減少さえなければ、一流投資でこの対決は必ず勝っていたんですけど、ああいうことが起こるのがサクサクスだから俺も好きなんや。で今回こうやって起こったからね、出来上がったものはこんなクソでございます。まずは先行こちらの選手としてペナント回していてですね、起用法は、石川はデフォルトでローテ2番手の調子次第設定されているので、この起用法で両選手を回しますが、僕の選手は1回限りなので、こんな能力でそして1回限りでどんな成績を残すのかまず確認といきましょう。1年のシーズン開幕じゃい。1年のシーズン終了です、成績オープン。はい、予想通りですね、規定投球回到達できず、そもそも到達してるのはブキャナンのみ。他球団を見てみますか、カープだと3人いて、巨人だと3人いる、で横浜も3人で、中日も3人、まあ3人が大体デフォルトだわな。ちなみにこのペナント阪神タイガースが最下位でヤクルトが5位なんですけど、まあ順位の差があってもこういうことになっている、それはそれだけヤクルトが倒壊現象を起こしているから、またそこに俺の投手の名前がないのは能力がないから、全てにおいて納得してしまうね、悲しいことに。防御率順に並んでるんで、良ければね、防御率だけでも良ければ名前を見ることになると思うんですけど、果たしてね、そこのとこくらいよくあればいいんだけど、最初に出てきたのはクローザーのマクガク、その次梅野、近藤の3点台、おー 3.57、 えんちゃうえんちゃう、マジでお前の他よくって
て悪たったったたって感じなんですけどね。見ていきましょう。登板25試合ですから一度たりともローテーションは外してないですね。まあだけに規定投球回到達しろよと言いたくはなるけども、そのスタミナがないからできへんねんな。小川とかも規定あれだよね、26試合に登板しているのであればお前も到達せなあかんのやけど、これもねこっちも力がないからそこの話は一旦置いといて、防御率 3.57 は驚きでしょう。投げてるイニング数は少ないとはいえどね、だいたいこいつ4回くらいしか投げてないよ。オープナーまあでもオープナーとして見たら役割果たせてるんじゃないかな。4勝2敗とまあ勝ててもないわな。だって責任イニング投げれないからね、うん、だから4勝できてるだけでもマシって感じや。完封完投もなければ、ただ QS3つ多く感じてしまうよね、こんな投手だからね。3つでも多いと思うし、いやおーで HQS も1つか、これもまた多いと感じてしまう。感覚麻痺してますよ、明らかに異常ですからね。そんな感情はいつもなら出てこないけどこの回にはあります。それだけ期待してなかったんでこいつには。三振65個で三振率 5.40、 フォアボール43個、デッドボール1つで四死球率 3.66、 打者400、476人に対して、基本塁打が9本で率 0.75 というほど打たれてる。まあ言うほどですね、打たれてるわけじゃない。小川なんて見てよ、30本打たれて率2近くですからね、まあ、一発持ってたり寸前、スロースターター打たれ強さとかこの辺が関係してくんのかな。だからこれがついてるとオートだと恐ろしいことになるからさ、このホームラン競争で投げる投手並みに打たれとるからね、恐ろしいね。よく4点台で済んだわ。6点台になる結果ですよ、内容ですよ、ここまでは。で、被安打率は2割6分3厘、得点圏では2割6分5厘、対左2割9分3厘、ウィップ 1.43、冒頭2回失点51、自責43と、なんだろうな、エラーに悩まされてんのかな。ちょっと失点と自責に差があるけども、最終的な成績はこのようになりました。いや、どこから何まで全てを見ても、能力以上にできすぎている。被安打率とかもっと高くならないとダメだと、作った俺ですら思うし、基本塁打に関しても、小川並みとは言わんけども、それに近い数字で打たれててもおかしくない。でも、それはなんで打たれなかったかというと、やっぱ特殊能力持ってるからじゃないかな。打たれ強さ C とか、クロスファイアとか、球持ち丸とか、投手とかね。だから能力自体は低くて、変化球もドロップカーブとカーブ、同じ方向の変化球が2種類しかないんですけども、ただその特殊能力のおかげで、まあ、悪くならずに済んだ。でもこの数字自体が悪いことやからねそこを履き違えてはならんよ。今も悪くてずっと悪い、思ったよりも悪くなかったってだけの話です。続いて対戦相手の石川正則、カツオをですねこれからペナントで回していきます。そして動画の冒頭で言った通り3回回す予定なんですけど、あくまでも予定です。やっぱり僕の選手がああいう成績を残した以上は、石川が1回目シーズンですぐさまあの成績を超えてくるかもしれない。今回僕が超えたと判断した場合は、そこでオートペナント打ち止めですぐさま対決のね結果発表に移りたいと思いますので、まあでも僕の選手も残した数字というのはそんなに言うほど悪くないし、簡単に超えられるかって言ったらやっぱり39歳である石川からしたらそんなに簡単でもないと思うので、まあ、対決の勝敗に関してはまだ決まってはないが、決まりかけてはいる正直なところね。起用法に関してはデフォルト通りローテーション2番手で調子次第で、これからまずは1回目シーズンペナントル回して成績を確認していきましょう。1回目開幕じゃい。まずは1回目シーズン終了、そして早くも対決が終わるのか、それとも続くのか、成績オープン。規定投球回は同じく到達はしてないですね。なのでこの時点で勝ちか負けかはわからない。まあ、防御率次第と言っておきましょうか。なんならもしかしたら、いや、まあ、これ以上の言葉はちょっと言いませんけどもね。防御率順で並んでるので、相変わらずヤクルトの投手は一人しかね、規定投球回到達してないですけど。まず最初に出てきたのはマクガク。石川 2.94 か。わー、そう。投げてるイニング数はそんなに言うほど差がないかな。同じ登板機会でまあ10イニング。もっと開くかなと思ってたんですけどね。そんな言うほど差はないけど、防御率に関しては明確な差があるわ。うん、あるあるある。一通り見ていくと、登板25試合で防御率 2.94 で119イニング。まあ、この辺は僕にしろ石川にしろスタミナがないからね、仕方がない部分なのかもしれない。石川がちょっとダメな分、それ以外がね、頑張ってチームを引っ張っていかないとダメなのは、相変わらずブキャナンしかいない状況なんでね、規定投球回は悲しいぞ。で、石川9勝5敗で勝率6割4分3と結構勝ってるね。
で、完封完投などはなく QS は8個、率 32% で HQS3 つで 12%。 ダメですよもちろんね、うん、まあでも倒壊現象を起こしてるヤクルトということを考えたらこれでも全然マシやわな。だって他がこんな状況やもん。 QS 数達成、これランキング2番目ですからね、チームでこれが2番手やHQS に関してはこれが3番目に入るのでね、恐ろしいというかもはや恐怖ですね。こんなものはね、あんまり見たくはないが見てしまっている。で、今なんかすごい登板数じゃなかった、ハフが99試合に投げている。あーなるほどね、だからこれは先発が頼りなくて石川のようにね長く投げれない投手陣がローテーションに入ってるため、だからどうしてもハフ、梅野、この辺の登板機会が増えるよね。中継ぎ全体的にみんな60試合以上投げてるもん。あー恐怖や、恐ろしいけど仕方がない、倒壊現象を起こしてるということはこういうことになるのでね、未来未来未来、触れない触れない触れない、触らない触らない触らない。ガチ三振65個で三振率は 4.90、 フォアボール41個でデッドボール1つ、四死球率 3.17 で、打者503人に対して被本塁打13。どうかは相変わらず打たれてるね、もう打たれまくりやんけ。だから今回は防御率5点台ってことかな。13敗もしとる、かつての新人王がこんなことになるとはね、悲しいぞ。で、被安打率が2割4分1厘と、石川ヒットはそんな言うほど浴びてないね。得点圏でも抑えてる、だからこそだよ、そりゃそうでしょ、ヒットを打たれていたらこんな防御率にならないんだからね。被安打2割3分6、ウィップ 1.26 と、ランナーもまあ言うほど出てるわけでもなくて、失点自責は39。だからまあ、ローテ2番手ということを考えれば、ほんと通常規定投球回到達するのはもう当たり前ですよ。どのチームをしてると思うんですけれども、何でも言う通り、ヤクルトというチームであれば、まあ、した方がいいですけど、できなかったとしても、その投げてるイニング数の中でこの結果っていうのは十分に評価できるんじゃないかな。大体俺が対戦相手としてあんな成績を残してしまった投手を作ったわけなんでね。ということを考えれば、もうこの時点で勝ちか負けか上か下か神かクソかゴミか神か全部決まったんちゃうかな。2選手の成績はこのようになりました。まず大前提、どちらも同じ年齢で同じような実績でここまでやってきた選手ということを考えてください。その流れからこの成績同士を比較すると、まずね、2人とも来年でヤクルトやれます、全然やれます。クビになることはない、むしろクビにしなきゃダメなやつがちらほら他にいた、今回でも確認できた、あいつらクビになってこっちはクビになることないですね。2人ともクビになることはないが、ただその2選手を比べたらどうなのかというと、数字は似てます。内容の部分はほぼほぼ似ている。三振はやっぱり急速的に取れないからそこは低め、制球力に関してはまあそこそこなんですけども、それ以外の部分が違うかな。一発打たれながらもそのピンチで抑える要所のピッチングとか被打率とか、そこの部分が差があるので、まあ結果の部分でも差が出ている。同じ投球回に対して、まあ、投げてる、登板試合数に対して投げてるイニング数の違いですね。あともちろん結果防御率の違いもあるので、まあこの数字を見たらどっちが勝ちか負けかというのは一目瞭然かなと思います。対決の結果発表といきましょう。分かりやすく結果ですね。防御率、投球回、もうこの2つでしょうね。同じ登板機会に対してこの結果の部分の違いがある以上は、もうその他内容が同じとかそういうものは一切関係なくてですね、そこの差が全てで今回の対決は俺の負け、当然な話。この動画まだ終わりじゃありません。当初の予定、石川を3回回す予定でしたからね、まあ残念ながらあまりにも差があったので1回切りで終わっちゃいましたけどもね。ですからあとの2回、もうこれは対決には全く関係ないですけど、石川が、まあ、どういう成績を残すのか、もしかしたらさっき以上にいい成績を残してくる可能性がありますから、これからペナントで回していきます。2回目シーズン開幕、ジャイ成績オープン。ああ、やっぱ規定投球回到達しないんだね。もう武キャなんだけや。もうやめて、たまには違うメンツ見たいわ。一回くらいね。石川に関してはどこにいるんだ？さっきよりいいのか？多く投げてるとかそういうわけじゃない。ああ、さっきよりも防御率上がって、イニング数も減ってるからね。これであれば、一回で対決決まらなかったよ。これであればね。ああ。これだとなんなら俺の方が良かったりするからね。だからさっきは結構石川の中でもいい数字が出たってことよ、1回目で。よりにもよっての1回目でね。3回目あたりに出してくるんなら面白かったんだけどな。内容の部分というのは特に変化ないですね。相変わらず三振取れないし、フォアボールも、まあ、制球能力の割にはそこそこ与える。あ、ただ基本塁打は少なくなってるな。その分被打率とかかな。いやでも得点圏でも言うほど打たれてるわけでもないので。
まあ被安打率が上がったからこそ失点する機会が増えたって感じでしょうかね。先はもっと良かったですから、まあ、2回目シーズンはこんな感じで何も面白みないですね。てか誰かしら何かしら規定投球回到達して、これ見てハフとか100イニング投げてんじゃん。だからこの辺石川とか小川が投げないからしわ寄せでハフとか梅野とか本来中継ぎ投手ですよ。先発なんて一度もしてないからね。これまた96試合も投げてる。恐ろしいや恐ろしいや、お前シーズンの半分以上もう6割7割方投げてるという恐怖でしかないんですけどね。まあでもね、その恐怖はもういじらないでおきましょう。最後まで触れるな、触るな、舐めるな、これはこれで忘れてですね、はい、続けて石川3回目シーズンまたペナントで回していきたいと思います。はい、3回目シーズン終了です。成績オープン。おお今回石川規定投球回到達してるやん。この時点で過去2シーズンよりもいい成績なのは確かですよね。投げてるイニング数が違いすぎる。またその中防御率 3.26 を記録してるんでね。いや、先2シーズン目終わりはあの成績であればね勝てるかなと思ってたんですけど、やっぱ現状もまだまだ力ある投手なんでね、3回回せばこういう数字も残してくるか。これがキャリアハイですね。登板が25試合の中、あ違うな、中継ぎで使われてる。え、36試合、待てよ、固定して回したはずなんだけどなぜか中継ぎでも使われてる。待て、先発で25試合使ってるベテラン39歳の時点であかんのにも対してそれプラス中継ぎでも使ったん、どしたんヤクルト壊れとる壊れとる。でもいじるな、触れるな、舐めるな、関わろうとすな、もう俺も壊れるからね。はいはい、もうそこは忘れて、まあ 3.26 で149イニング、まあだから規定投球回到達したのは中継ぎとしての登板機会込みで到達したってことですからね。で5勝7敗勝率4割1分7と防御率に対して勝てないのはまあチーム状況もあるし、やっぱりね、その投げてるイニング数規定投球回到達してるとはいえど QSHQS 率、これではもう何もね文句を言う権利はないですから。奪三振49個で三振率 2.96 と先以上に取れてないやんけ。フォアボール47、四死球率 3.14 でデッドボールも5つと多かったりするね。まあ、石川のボールはそんなに球質は重くはないのでそんな痛くないとは思うけどね。基本塁打14で被安打率2割3分5、3シーズン通してここはめちゃくちゃ優秀よね。これ何が影響なんだろうな。打たせて取れている、まあ緩急とかかな、あと自身打球反応丸とかもついてたりするので、まあ、そこの影響とかももしかしたらあるのかもしれない。ゴロで打ち取ったら石川の勝ちじゃないですか。ヤクルトの守備も言うほど終わってるってわけでもないですからね。まあ、ただこの能力ですからフライ系の打球が多くなって一発とかも結構やっぱり毎シーズン多く浴びている。まあ、得点圏でも素晴らしいピッチングしとるね。ほんでウィップ 1.22 でその他の成績はこのようになって、まさかのまさか最後にね石川がこのような成績を残して、なおかつ最後に規定投球回到達してるピッチャーが2人いるヤクルトを見ることができました。よかった、ずっとブキャナンだったんですけどね。トータル4回回してブキャナンだけで終わるっていうのはあまりにも悲しすぎるので、最後もう対決云々関係なく石川が規定投球回到達してくれた、なんか対戦相手としても誇らしいわ、なぜかね。はい、ということで今回の対決サクサクセスは終了です。対決も負け、またね転生パネルから出来上がろうとしていた選手も消え、ちょっと残念な回にはなりましたけど、ただ何度も言う通り本当パネル転生に出会う率っていうのが今月ものすごい高いのよ。だからまたこの先やってれば早いうちにパネル転生ステージに出会って次こそ神が誕生するかもしれません。もしかしたらそれは次回起こりうるかもしれませんので、お楽しみにね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。グググググ、バイマターボ。